はい、皆さんこんにちは、島根祐介です。まあ、国の借金が年々増えていってるっていうので、まあ、日本大丈夫かっていうので、まあ、心配する人もいると思います。で、まあ、前回も国債についてお話をしたんですけど、日本って本当に大丈夫なのかっていうので、今日は皆さんと一緒にちょっと考えていきたいなと思いますので、それでは最後までどうぞ。ということで、今日のテーマはですね、ちょっと珍しいんですけど、まあ、日本の財政は大丈夫かっていうので、皆さんと一緒に考えていきたいなと思います。日本の借金って皆さん今いくらあると思いますか？2019年時点でなんと1110兆円あるそうです。ちょっと大きすぎてよく分かりません。正直どのくらいの感覚なのかっていうのはもう僕も正直分かんないんですよね。まあ、日本国民1人当たりの借金が896万円背負ってるなんていうのも言われるんですけど、まあ、果たして本当にそうなのかなっていうのをちょっと今日は一緒に皆さんと考えていきたいなと思うんですが、実はですね、まあ、結論から言うと、おそらく借金が増えようが日本は大丈夫です。潰れないと思います。でもちろん財政破綻する可能性は低いよっていう意味でちょっと捉えてもらったらいいなと思うんですけど、まあ、その理由をちょっとお話をしていきたいなと思うんですが、まあ、日本のですね、予算って皆さんどのくらいか知ってますかね。毎年こう12月ぐらいに来年度はこれぐらい使いたいですっていうのが決まっていくんですけど、まあ、2020年度の場合はもともと予定されていたのは102兆円です。日本の場合ってまあ、国って大体どうやって収入を得るかというと、まあ、いろんな方法があるんですけど、まあ、一番大きいのは税金なんですよ。国民の消費税とか、所得税とか法人税、まあ、いろいろありますよね、税金が。で、税金による収入を得て、まあ、それを予算の方に当てます、収入として。で、その収入がどのくらいあるかというと大体63兆円ぐらいです。あれ63兆円しかないですよ。予算は102億兆円使いたい、でも収入は63兆円しかないんです。ってことはこの差額をどうするかっていうと借金するしかないんですよ。足りない分をどうするかっていうと、前回お話をしたように国債っていうのを発行します。で、国債を発行してそれを、まあ、国民の人だったりとか、一般の企業だったり銀行とかに買ってもらうっていうふうになるんですよね。なのでこの国債が増えていくのが、増えれば増えるほど返せなくなるんじゃないかっていうのももちろんあるんですけど、意外と見方によっては悪い話ではなくて、なんでかというと国債が増えれば増えるほど、まあ、日本人の中でお金が回るっていうふうに言われてるんですよ。で、日本人の保有資産が増えていってるっていうのが実は事実で、結論から言うと国債を発行できる限りは実は無限大に国債を発行できるっていうのが、まあ、日本のこの理論上のお話になります。じゃあ日本はこの国債を使って、もちろんこれで40兆円埋めるわけです。で、税収入が63兆円に回って102兆円に揃えました。さあ、それを何に使ってるかっていうと、大きくは、まあ、医療費とか社会保障なんですよ。なので皆さんが手厚い行政サービス受け入れたりとかするわけなんですね。で、公共事業になったりとか。で、もっと言うとこれ変な話なんですけど、国債費で20兆円ぐらい使ってます。なので借りたお金を借金で返してるみたいなイメージ持ってもらったらいいんですけど、それをちょっと内訳に書いてますので見てください。どうも。まあ、国債費、社会保障、公共事業とかに使ってるので、意外と国はですね、まあ、国債をっていうツール、まあ、手段ですよね。お金を集める手段を使って国は国債を発行します。で、国債を発行すると、まあ、国民のですね、まあ、銀行預金が増えます。お金が流通するんで、そうすると、まあ、生活の維持向上とかにですね、つながっていくよっていう面もあるので、意外と借金自体が悪いわけではないっていうのをちょっと皆さんにちょっとご理解してほしいなというふうに思います。もともと102兆円の予定だったんですね。でも今年明けていろんなことが起きました。オリンピック中止になったりとか、一番大きかったのはやっぱコロナですね。3月以降とか、まあ、2月ぐらいからだいたいコロナとかの話が出てきて、まあ、飲食店が潰れたりとか経営者が潰れたりとか、国民の生活がやばいみたいな話になったので、まあ、いろんな補正予算があります。今年はですね、なんと、まあ、コロナによる、まあ、経営破綻とか国民の生活を守るために何とかお金出さないとっていうので、この間補正予算が組まれて、今年はですね、なんと出ていくお金が160兆円になるそうです。もともと102兆円で予算組んでたんですけど、追加融資をしないといけないとか、10万円配るとか、持続化給付金やる、家賃の補助するとか、まあ、いろんな施策を打ちました、安倍さんが。なので結果的に160兆円ぐらいの予定に今なってます。でも足りないですよね。63兆円しか入ってこない。40兆円は国債をで調達をした。じゃあさらに58兆円をどうやって調達するかというと、これも国債なんですよ。もう借金で補うしかないので、今年はですね、いろいろ国債発行します。で、途中で日銀の発表もあったんですけど、国債の上限なしで買いますって話がありましたよね。なのでああいうふうに、まあ、いろんな仕組みを使って、まあ、160兆円を超える予定になってますよっていうのが、まあ、今のこの
2020年6月現在の話になります。やっぱりですね、それを危惧してる人もいるんですよ。国債を発行しすぎじゃないかと、ということで借金が、日本の借金ずっと膨らんでるっていうので、これですね、やっぱ心配して2019年の11月にですね、国際通貨基金 IMF っていう団体があるんですけど、まあ、そこがですね、こういうようなアドバイスというか報告書をしてます。日本は借金が膨らみすぎてるから、消費税率を上げて税収増やしましょうねっていうような提案をしてるんですよ。でどのくらいかっていうと、まあ、2030年までに消費税率 15% まで引き上げた方がいいよみたいな報告書があります。日本経済って、まあ、世界経済にも大きな影響を与える可能性があるんで、まあ、日本の財政っていうのはやっぱ世界から関心を寄せられてるところなんですよね。なのでやっぱそういう提案もありますよっていうのは、まあ、皆さんに知っていただいたところで、ここまでちょっと整理していただいたところで、国債がですね良くないのかっていうのをちょっと皆さんと一緒にさらに考えていきたいなと思うんですけど、もちろんですね、日本で国債を発行できる間は別にそれでずっとぐるぐる回せるんでいいんですよ。自分が国債発行するお金を集める、でそれでまた国債を返すみたいなのをずっと繰り返してる状態なんでいいんですけど、例えばこれがですね、国債が誰も買いませんと、いやそんなのいらない、価値がないからって言い出すと、国は借金ができなくなるので、日本はもちろん行政サービスもできない、社会保障も充実できないっていう風になってくるんで、事実上日本は破綻します。ギリシャとかはまさにそういう風に状態になったので国が破綻したっていう風に言われてます。ここでちょっと注目をしてほしいことがあって、日本の国債を買ってるのは誰なのかっていうのが意外と重要なポイントです。ここ結構外せないんですけど、今ですね、ちょっとこちらをご覧いただきたいんですけど、日本の国債を買ってるのってなんとほとんど日本銀行と民間銀行と保険会社、証券会社とか、いわゆる国内の金融機関がほとんどなんですよ。まあ海外から借りてる金額ってほとんどなくて、割合的にどんくらいかっていうと、今2020年時点で、まあ、1037兆円ぐらいあるんですけど、海外から実際借りてるのって本当に79兆円とか、本当にちょっとだけなんですよね。だから実際は国債の保有者ってほとんど国民なんですよ。日本国民が持ってる、今9割ぐらいは日本国内で国債を保有してるっていう話なので、しかも一番持ってる日本銀行ってどういう存在かっていうと、これ日本銀行の株あるじゃないですか。日本銀行の株、なんと株主は 55% が日本政府が保有してるんですよ。ってことは事実上日銀って日本政府の子会社なんですよね。この日銀がお金をすれるわけじゃないですか。ってことはお金をすればするほど別に国債って買ってくれるわけじゃないですか。なので正直このシステムが成り立ってる以上は日本っていう多分潰れないんですよね、ほとんどの可能性で。よっぽどのことがない限りは潰れないんですけど、日本国債によるこの借金を、今お金を貸してるのも借りてるのも日本人っていう、まあ、すごいこう、まあ、奇妙な状況というかね、変わった状況になってるんですけど、それこそが逆にこの日本経済を安定させるっていう理由になってます。多額の借金を抱える、でもそれを使って、社会保障とか医療費に毎年何十兆円のお金を使えてるっていうのはこの仕組みがあるからなんですよ。で逆に言うと、消費税上げるとどうなるかっていうと、僕らの生活って苦しくなるじゃないですか。で財政、皆さんお金使わなくなるんですよね。使わなくなると今度経済が回らなくなるんですよ。っていうのは良くなくて、やっぱりこの借金をしてお金を使って、さらに回していくっていうのがやっぱりすごい重要で、今の日銀がやってる金融緩和っていうのをずっと続けないといけないというふうに思ってます。やっぱりこの日本今デフレになってしまうと良くないので、お金を回すことでインフレの方に持っていくっていうのがすごい重要になってくるんですけど、やっぱりこの国債があるから医療費とか社会保障、公共事業に充てれるっていうので、それまた日本が回っていくっていうのは皆さんに知ってほしいところで、意外といい借金なんですよね。しかもこれあのメディアの報道の仕方悪くて、国民1人当たり896万円なんて言ってるんですけど、別に皆さんが背負ってるわけないんですよ。皆さんが貸してる側なんですよね、どちらかというと。なので別にそれを破綻するっていうのもないし、いつか返さないといけないっていうことでもないので、あれはちょっとメディアの報道の仕方が悪いなっていうのは思ってます。なのでこのままでいくと、まあ、日本は財政破綻しないよっていう結論になります。さっきあの IMF が言ってたように消費税増税しようとか、あの税金上げなきゃっていう人たちの理由が正直よく分かりません。でもちろんこの日本日銀と日本政府があって、国債を発行できる間は金融緩和をすることでデフレ脱却させるっていう方向を僕は推し進めていけばいいんじゃないかなというふうに思ってるんで、まあ、そういうことを理解して、政治をやってくれる人とかに、選挙とかやっていくといいんじゃないかなというふうに思ってます。ということで今日の結論はですね、まあ、日本は
財政破綻するのかっていうので、まあ、今の仕組みがある以上は理論上破綻しないっていうのを皆さんちょっと知っていただければなと思います。ということで、まあ、国債はですね安全なのでぜひ、興味ある方は買ってみてください。ということでツイッターでも情報発信してますのでぜひご覧の方よろしくお願いします。また YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いします。また会いましょう。